愛犬家白鳥美咲は知っている。犬って鼻もいいですけど舌もすごくいいと思うんです。うちのロビンも私より好みがうるさいくらいなんですよ。もう困っちゃう。違いがわかる犬に愛犬もりもり新発売。ワンワンって感じなんですが、いいじゃんこれ。そうですか。うん、オーソドックスだけど分かりやすくていいんじゃない。ありがとうございます。それに俺美咲ちゃん好きだし。いいですよね。あ、え、でもさ俺一つだけ思ったんだけどさ、なんかさ、せっかく美咲ちゃんが出るんだからさ、もうちょっと彼女がチャーミングに見えた方がよくなくない？チャーミングですか？例えばそうだ、美咲ちゃんをもっとセクシー&クールに見せてくったらどう？セクシー&クールです。イエス。いやまああくまでも例えばなんだけどさ、なんか彼女の意外な一面というか、あ、こんな白鳥美咲見たことないかっていうかさ、あとダンス&エンターテインメントも取り入れてみるってのもどうかななんて。でもこの企画は彼女のリアルな日常を描くものなのでそれは分かってるよ、それは分かってるんだけどさ、そこをうまいこと料理してさ、頼むよ。それじゃね、小野田さん。愛犬家白鳥美咲は知っている。犬って鼻もいいですけど舌もすごくいいと思うんです。うちのロビンも私より好みがうるさいくらいなんですよ。もう困っちゃう。違いがわかる犬に愛犬もりもり新発売。ワンワンという企画なんですが、いかがですか。かなりいいんじゃないかと思うんですが。ワンワン。そうですね。まず、衣装が随分派手なんですね。あと、バックダンサーは必要なんでしょうか。あのですね、やっぱり CM はインパクトだと思うんです。ですから、意外性のある衣装とエンターテインメントで視聴者の目を釘付けにしたいなというような、そんなもんですか。はい、そんなもんです。まあでも、私はいいんじゃないかと思うよ、この企画。ありがとうございます。まあ基本的にはこれでいくとして、あとはこの BGM なんだけどもね、これさ演歌にできないかな。え、演歌ですか。うちの社長がね、大の演歌好きで、 CM 作るんなら演歌流せって聞かないんだよ。しかしですね、この企画は白鳥美咲さんの日常生活をスタイリッシュに。わかりました。演歌でいきましょう。ド演歌で。頼むよ。最後。山田さん。まあ一緒ですね。いやいやこれ当たるよこれ。愛犬家白鳥美咲は知っている。犬って鼻もいいですけど舌もすごくいいと思うんです。うちのロビンも私より好みがうるさいくらいなんですよ。もう困っちゃう。違いがわかる犬愛犬もりもり新発売。という感じでお願いしたいんですか。あのですね、まあいろいろおかしいなと思うところはあるんですけど。わかります。その中でも一つどうしても直していただきたいのは、もっと美咲を目立たせてってことなの。でも今でも最初から最後まで美咲さん出ずっぱりですけど。出てればいいってもんじゃないのよ。美咲はね、ご存知だと思いますけど、モデル出身でとってもスタイルがいいの。そういうところもちゃんと見せてもらわないと。例えばここ一番最初の街を散歩するカット、それとこの犬に餌をあげるカット、これいらないんじゃない。いらない。ここをね、全部やめちゃってね、美咲のイメージショットにするの。それじゃ犬が全然出てこないんじゃ。あなた、
犬とうちの美咲とどっちが大事なの？そういう問題。とにかく前半は美咲のイメージカットにしてください。そうしてもらえないんだったらこのお話はなかったことにさせてもらいます。待ってください、それは困ります。じゃあ直してくれる？わかりました。よろしく頼むわね。はあ、なんだか撮影が楽しみになってきたわ。じゃあ、知っている。犬って鼻もいいですけど舌もすごくいいと思うんです。うちのロビンも私より好みがうるさいくらいなんですよ。もう困っちゃう。違いがわかる犬、愛犬もりもり新発売。という出来上がりになりました。ワンワン。一ついいですか？どうぞ。あ、もしかしたら私が見落としただけかもしれないんですけど。はい。犬が出てこないですよね。やっぱり出てこないんだ。でもですね、やっぱり CM は意外性だと思うんです。ドッグフードの CM に犬が出てこないっていうのも意外性があって、世の中的にはウケるんじゃないかと計算してるんです。そんなもんですか？はい、そんなもんです。まあでも私はいいんじゃないかと思うよ、この CM。 ありがとうございます。まあ基本的にはこれでいくとして、あとはこの商品ね、すごく素材にこだわってんのよ。だからさ、素材名入れてほしいのよね、ビシッと。え？は？いや、それもさ、最後に小さくとかじゃなくてさ、最初からガツンと入れたいのよね。なぜだって一番言いたいことなんだから。これが、しかしですね、前半の映像はドッグフードの素材とは全く関係のないもの。わかりました。え？素材名ガンガン入れましょう。入れっぱなしにしましょう。頼むよ。お、はい、山田さん、今も行きそうですね。いや当たるよこの CM。知っている。犬って鼻もいいですけど舌もすごくいいと思うんです。うちのロビンも私より好みがうるさいくらいなんですよ。もう困っちゃう。違うのは分かる。愛犬モリモリ新発売。意味わかんねえ。